ピーター・レズリー・シルトン OBE は、イングランド出身の元サッカー選手。元イングランド代表。サッカー指導者。ポジションはゴールキーパー。1964年に、地元のクラブである、レスター式とプロ契約を結び、翌年には、リーグデビューを果たした。その後、往年のナジーケイ・ゴードン・バンクスとのポジション争いに、セリカチ・レギュラーの座をつかんだ。 その後1974年にストークシティへ移籍し三シーズンを過ごした後、1977年にノッティンガムフォレストへ移籍した。ノッティンガムでは1978年のリーグ優勝、1978.79年のリーグカップ連覇、1979.80年の UEFA チャンピオンズカップ連覇に貢献。個人としても1978年に、 ピエフェ年間最優秀選手賞を受賞した。1980年には第1回トヨタカップに出場を果たしている。1982年にノッティンガムを去った後もサウサンプトン、ダービーカウンティで活躍。プリマスではプレイングマネージャーとしてチームを指揮した。40歳を過ぎた後も現役を続け、数々のチームを転々とした。 現役生活裁判年に所属したレートンオリエントで1000試合出場を果たした。1997年に引退。この時シルトンは47歳。キャリア32年での出場試合数は1005試合に至っていた。イングランド代表には1970年に21歳でデビューを果たす。以後1990年に代表を引退するまで3度のワールドカップに 生じい系として出場するなど、国際 A マッチ125試合に出場している。なお、この記録はイングランド代表最多記録である。1986年のワールドカップメキシコ大会準々決勝のアルゼンチン戦では、ディエゴ・マラドーラに神の手ゴールと5人のキゴールを決められた。ファビアン・バルテズと共に、ワールドカップ歴代最多タイの10貫風を記録している。 ありがとうございます。